Okay. ジュニアや、聞こえてる？聞こえない、聞こえない、聞こえた？小さいかも、それが着てよ。遠くで聞こえる。それが着地。水中みたい。あ、着てよ。水中。ソリ着てよ。スイミング。水中だって。いけた。聞こえたよ。いけてる？あ、聞こえた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 、いけてる？完全に。おー、聞こえた。聞こえるよ。始めるよ。オーケー。オーケー、オーケー。ではもう一回、ギャル。あ、そっちから、あっちから。じゃあ、挨拶から。いらっしゃい、挨拶から。せーの。いらっしゃいませー。どうようこそ、日本人ライブへお越しの皆様、お歓迎いたします。お歓迎いたします。ギャル。ギャル。ほんと2回。イェーイ。イェーイ。うちら来たよ。やばーん。来たよ。ここでギャルと正常。え？あ、あんたはギャルでしょ？違う、うちらマインドはギャルでしょ？ギャル、マインドはギャル。韓国語、あ、韓国語じゃなくて日本語、もうなんか送ってください。送ってください。皆さん、ここでみんな送って。笑う。どうです？楽しいね。初めから。でもめっちゃ早い、めっちゃ早い。めっちゃ早いけど、なんかすごいあれだね。ちょっと古いの知る。だってえ、古くないよ。古くないよね、絶対に。見てるからね。ちょっと名前覚えるから。でも最近あの日本語もちょっと危ういから、ちょっとやめて。日本語言わない日々がずっと続いてる。だからさっき4人で日本語で勉強し、練習したね、最近ね。そう。美容室から日本語だけで話そうって始めて、でずっと日本語でずっと。美容室から。美容室。ショップね、ショップ。ショップ。美容室からね。そうね、懐かしい話もしちゃったよね。え、そうだからもう、ね、正直ね、もうテーマ尽きてる。うちテーマ尽きすぎた。懐かしい思い出話してたみたいな。何なんかちっちゃい頃にどんな遊びしたみたいな話が始まって、うん、そうそうそう、だからおー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 今日はちょっとトラブルが多いので、ね、お送りしてますね。はい、日本語は誰が一番上手ですかって聞いてたんだけど、どう考えてもマユでしょ。え、私なんだけど、絶対マユだって。え、絶対に私。絶対マユで。絶対に私。え、だってタネちゃん日本語のライブするとき言ったぞ、マユの方が分かってる。どれどれ。私日本語のライブしたことないよ。あ、また知った。私もともと日本語下手くそだから。めっちゃ下手くそ。それはまあまあ、リンゴしか喋れんから。分かるかも。マユはゼロ国語でさって。マユゼロ国語じゃないよ。わかった。マユちゃんちゃんとできるよ。日本メンバーの中で日本語、あれだね。あ、ハンボード使うね、うちら。ハンボード使う。さっきもハンボード使った。チョコレートディスコゲームって何？チョコレートディスコ、チョコレートディスコ、ゲームみたいな。ゲームなの、それ。わかんない、わかんない。英語を話す。はーい。日本人ライブなのに。韓国語でもなくて、英語急に。4カ国、3カ国語。ラブベル、懐かしい。ラブベル世代じゃないか。ラブベル世代。何？あのゲーム？知らない？待って、ラブベル知ってる？知ってるよね。何それ？魔法魔女、あ、違う、ま、おしゃれ魔女、ラブベリー。あー、ラブベリー知らん？名前だけ知ったことある。え、名前だけのレベルなんだ。うん、え、知らん。渋谷のワンコが待っていると知らん？知らん。やば。え、知らない。知ってるでしょ。知らないよ、この。嘘、お母さんが知ってる。待って、お母さんが、お母さんが見とるか。お母さんだよ、私、もしかして。あ、どしごまかしてる。全然正真正銘の04なんだけど。あ、でもアイカツとかあるでしょ。そうそう、アイカツとかも。アイカツ、プリパラもいけるし。あー、フレパラいけるけど、私アイカツ派だ。ストーンも集めてました。あ、私はカードだ。これこれ、カードも集めてたし、ストーンもめっちゃ集めてた。アイカツでした、私。あの、カエちゃんとマユが、あ、カエちゃんとマユがボケじゃないけど、いつもこの二人が、あの、ツッコミ。え、絶対反対だよね。うちらがツッコミだよね。うちらがツッコミ。私たちがボケて。あ、その子、そうに言ったの、そうに言ったの。あ、そうやって言ったの。マユちゃん。マユちゃん。絶対ツッコミだよね。マユちゃん。プリキュアが何が全世代だって。あたしフレッシュ。何？忘れた。誰に？忘れたって。え、なんか、あ、なんか、うち慣れたっけ？二人はプリキュア。めっちゃ二人おるやつ。あ、二人はプリキュア。それ、マユがちっちゃい時。白と、黒でしょ。黒？ホワイト。あ、でも。オレンジ色。え、だからそう、二人は。あ、え、初代だよ。初代だよ。初代だよ。うちらがちっちゃい時だったって、マユさんと私が。え？ごまかしてる人もう一人いた。ごめんね。みんなごまかしてる人もう一人いた。マユさん何だった？
まゆ忘れちゃった話だろ、どんなのがあったっけ。私さ、プリキュアとかさ、うん、めっちゃ好きでさ、うん、何やったっけ、バスタオルとか腰に巻いてさ、何枚も巻いてさ、なんかドレスみたいな、なんかさ、水泳終わったとか私あれあのプリキュアの出てくる動物の人形絶対持った。わかる、あと変身道具わかるわかる、そうそう、私のあれだから、そう、妹世代まで全部見てるから、結構言ってた、長い長い、めっちゃ長い、魔法使いプリキュアとかも全部見た、知らな、こちらプリキュア555とか555フレッシュ、555です、私はその辺、私はその辺、オールスターとか一緒に見てるわ、うん、懐かしい、かんね、プリキュア好きだったね、ずっとさ、ずっと綺麗よね、カメラがさ、めっちゃカチカチしてんの、ね、そう、なんかね、コメントが見れないんですよ、見れない、そう、ごめんね、これ見てる側も切れてんの、わかんない、うちらだけテックルが見えないもちろん、ちだからなんか違う話しよう、うちらで妖怪ウォッチを頑張ってやってたって話したよ、あ、そうそうそう、新打ちめっちゃ頑張ってた、そう、うん、私も初代からずっとやってた、ずっとって 3DS ずーっとずーっとやってた、私天ぷらまでやってた、天ぷらわかる、何それ、天ぷらとなんだっけな、すき焼き、天ぷらとすき焼きがあったんだよ、バージョンが、何それ、だから本家と元祖で、その次に出たのが天ぷらとすき焼きだったけど、そこまでやってたの、私そこまでやってなかった、わかんない人、わかんない、わかんない人いる、わかんない人いる、わかんない、わかんない人いる、妖怪体操できる、妖怪体操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 、ゲラゲラポーゲラゲラポーゲラゲラポーゲラポーねえねえねえ、やっていいよ、あ、ダメだ、あ、なんで、オッケー、なんで、あ、ねえ、テックルが見れないのに、ね、ずっとチカチカチカしてるの、ずっと、あ、ねえ、やめて、テックル見たい、マユ、あの、あれしたいの、マユ、あの、さっきのじゃんけんしたい、あ、やる、うん、なんだっけ、グリーンピース、いや、うちわからん、2人でやんじゃない、スタッフ2人でやるはず、じゃあ2人で、一回2人でやろう、じゃあ、やる、うん、待って、一回説明しよう、 あ、そうだ、どれやるの、カレースタイル、何がグリーンピース、カレーでもグリーンピースでも、水は難しい、水っていうのは難しい、じゃあカレー、いいね、カレー、おやつの方がやったことない、じゃあグリーンピース、ドンね、待って、グリーン、チョリン、パリン、うん、で、アイコンの時ドン、ドン、グリーンピース、パリンパリンチョリン、ドン、弱い、びっくりしちゃった、ちょっと毎回できる、びっくりしちゃった、ちょっとりんちゃんやってみよう、りんちゃんやってみよう、まゆさんの入ってグリーンピース、グリーン、これの時もどんどん、グリーンピース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 、ちょんちょんやろ、グリーンピース、グリーンピース、グリーンピース、チョリンチョリンパリン、パリンパリングリーン、グリーングリーンチョリン、チョリンチョリンパリン、ドーン、ドーン、バドーンって言っちゃったんですよ、何を言ったのか分かんない、バドーンだよね、今マユ勝ったよね、勝ったこと、マユアニが勝ったよ、ごめん、負けちゃったねえ、マジちょっとさ、テックルどうにかしてほしい、ねえ、どうにかしてほしい、テックルをパーミョンイのむアンボヨヨ、アンボヨヨヨ、チャルコキョヨ、なんテックル見たいんだけどね、見れない、なんかドーンドーンって切れた、ドーンって切れた、え、全然見れないんだけど、ちょっとダウンスローですよ、じゃあその朝うちらの関西弁したい、関西弁したい、関西弁なの、なんでやねん、なんでやねん、好きやねん関西出身の方、私ね、関西弁がめっちゃ好きで、あ、そういうこと、で関西弁めっちゃ好きすぎて、実は関西生まれかと思って、違う、違う、お父さんに、うん、そこに、うん、あの、何、転勤してくださいってめっちゃ言われました、え、やば、お願い、大阪に転勤して大阪弁がしたいのって、え、すごいね、ちっちゃい頃ずっと言ってたらしい、かわいい、覚えてない、そう、関西人いないんだよね、エセの集団、わエセの集団とか言わんといてよ、そういうのやめなよ、何なんて、エセの集団だって、エセ関西弁集団だって、うちら関西出身ないから、エセって何、あの偽物みたいな、なんか偽物、日本人じゃない、なりきって出てないみたいな、あ、そんなこと言わないで、遅いよ、そんなこと言わないで、そんなこと言わないで、そんなこと言わないで、なめんかいちゃん、富山弁は、富山弁は、まあいい、富山弁わかるよ、私も、まあ、習いたい、じゃあ何食べたいが、あ、そう、これだよ、これ何食べたいが、
何食べたいか、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 なんか難しくね、普通に。何食べたいか、何食べたいか。あ、韓国語に訳してください。지금그사투리얘기를하고있고요。아까는뭔가프리큐어약간옛날그거를얘기하고있었습니다。이제너무신나가지고요。저번역을못했었는데여러분나가지마십시오여러분。네。자。아너어쩔수없어요。일본어는아니야。맞아요。Yes。群馬弁あんの？群馬弁？群馬弁でも、でも、マイがね、東京に出てた時、ない群馬弁の人とかは、最後に、んさーをつけるんだって。マイも分かんなかった。今日さ、マイユさ、何々してさ、え、めっちゃそれやったさーみたいな。そうそうそう、めっちゃやってるくない？そう。だから、なんとかでさ、今日何したんさー。でもそしたら東京の人って、さー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 言ってるよ。でもマイさんの場合は言わない？うん。え、私言わん。今日さーって言わない？え、今日さーはいいけど、なんか、まゆさんめっちゃさーつけてるイメージあるわ、でも。あ、つけとるつけとるつけとる。かえちゃん、まゆさーとか言っちゃう。めっちゃ言ってるわ。めっちゃ言う。あ、それ、方言だったんだ。方言なんや。うん。なんか、さーさーさー言っちゃうんだって。でも、共感できるよね。できるよね。はーい。はーい。みんな田舎者だって。いや、違うよね。うちら、東京。うちら、東京。うちら、東京なんで。まゆも田舎。田舎。田舎。でも、東京住んでたよ。住んでたよ。うち。あんた住んでないのか。ちょっとでしょ。ちょっと住んでたよ。ちょっと住んでたの。ちょっと住んでたよ。ちょっと住んでた。私も知らなかったじゃん。さん付け。え、でも私まやさんずっとまやさんって言うじゃん。なんかスミンが。そうスミンがそうそう。スミンがまやさんまやさんずっと言ってたから。それが映ったんだよね。なんかゆうんちゃんもたまにまやさんって呼ぶじゃん。あ、そうだね。まやさんって言う、まやさんって言う。ゆうちゃん、まやさん、ありがとう。まやさん。っていう。まあね、お姉ちゃんって感じするもん。わかるよ。今ね、今私が見たビックリで、あの、マンベだって書いてあった。滑っちゃうぞ。ごめんね。おサンリオキャラクター何が好きだって。チャンリオ？チャンリオ。私ね、グデタマが好きだった。おー、グデタマ。でもね、グデ。最近、バツマルが好き。バツマルデレキ。あと、ポチャッコ。ポチャコ、ポチャコ、ポチャコ、ポチャコ可愛い。ポチャコでさっき言ったよね。パレードのね。え、そう。パレード。やばいの。うちらね、めっちゃ話あって、そのサンリオのパレードがあるんよ。なんかショーみたいな。そうそうそう。で、それでまなんかやってる可愛いフェスティバルっていうやつがあって、それを振り付けがあるのでうちらできるんだよね。あのスティック買ってね。お祝いしましょう。可愛いフェスティバル。世界に出すみんなにありがとうっていう。そう、知らない人じゃこれついてこないっていう。それってなんですの？それってなんですの？はい。まゆさんの好きなキャラクターは何ですか？まゆさんの好きなキャラクター？サンリオで？ポッチャッコ。ポッチャッコ。似合う。これはほら、私よくわかんない。よくわかんない。じゃあ、キティちゃんってことにしとく？キティちゃんってことにしとく？私、ダニエル好き。キティダニエル好きよ。지금、サンリオ、무슨キャラクター좋아하냐고물어보셨는데、근데、たま、ポッチャッコ、얘는、잘모르겠다고합니까？얘는그냥키키좋아한다고그냥제가말해줬고요저는크로미랑아크로미토뭔데게안데게아힐노아힐노백글아아힐노백글소백글안말이유명なところってないのかな。私知ってるよ。あの人知ってるから。あの人めっちゃ可愛いよ。めっちゃ可愛い。ちなみにペックルとあとルルロマニックが好きです。それわかる。ルルロマニックあれなんだっけ？シナモンのなんかお友達キャラクターみたいな。あの辺。チーカーは誰が好きか。チーカーは入ってないんだよ。チーカーわからない。ごめん。いや、私も見てない。パンチュしかわからん。おパンチュ。おパパンチュチュパンチュ先。大丈夫か？履かないの？履かないの？ねえやだ。ねえやだ。やだ？いやいや、これは大丈夫。これはいけてる。これはいけてる。大丈夫。おパンチョウサギだって人気やん。うん、まあまあ。めっちゃコラボしてるから。あとなんかほらいるよね。何？おバカ。おバカ？おバカ。誰？ポッチャム。じゃ、んぽちゃむ。あ、んぽちゃむ。あ、んぽちゃむ。んぽちゃむ。あの、マカロンで何でも買えると思う。かわいいよね。君まろとろちょっと。そう、君まろ。君まろかわいい。J-POP 聞く？聞く。話してたね。めっちゃ聞きます。最近はこれだね。そうそう。ブリンバンバ、ブリンバンバ、ブリンバンバ、ボン。あと私、アニメの主題歌は大体聞いてる。何？おすすめの曲あります？おすすめの曲？うん。私はね、今、あの、薬屋の独り言見てるから、それを、あの、緑黄色社会さんのとか歌ってる気がして。なるほど。なんかあります？おすすめの歌。自爆ナンバーさん。
バクナバさんの、バクナバさんこれ一番好き。バクナバさんいいよな。バクナバさん大好き。マヨさんは君がき歌っていい、歌っていい。あ、no no 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 now 私ですか、うん、私はちょはぬこぎんにゃこ。なんかこうやると思いつく。え、わかるわかるわかる。自分のプレイリスト見るとわかんないよ ね。そうなんだよ、ね、見たよね今、うん、そこに携帯あるんやけど日本の曲、うん、最近 J-POP、 最近じゃなくてもいいよ。好きなプレイリスト、ここ携帯見てこうやって教えて。うちら、うちらさっき嵐さんの嵐とか。ああ、嵐さんね。嵐さんね。嵐さんね。もう嵐さん全然もうずっと好きだったし。楽しい、楽しい曲。うちらもさっきまでずっと聴いてたんだよ。うん。でも、ヒゲダンさん。ヒゲダンさんね。ヒゲダンさんいい。ヒゲダンさんめっちゃいい。私でもミセスが好きだから。ああ、ミセスさんたち。ミセスさんたち。めっちゃいいね。好き。私はね、神山陽さん。知らん。神山陽さ さん。でもいい曲がありますよ。まあ、平井大さんも好き。ああ、うん、平沢進さんも好きです。嵐はマスト、わかる。嵐さん大好き。マジで、ね、リスペクト。もうね、ちっちゃい頃から聴いてる曲だよ。本当に。あ、アイオンさんめっちゃいいわ。アイオンさんね、やっぱね、めちゃくちゃ上手よね。本当に私もあんな風に歌えるようになれたらいいわ。ね、曲ね、日本の歌を少し歌ってくれる？お、誰か。やりたい人。いつもすぐそばにいる。譲れないよ。誰も邪魔できない。体中に風を集めて巻き起こせ。嵐、嵐、ソージーン。チキソウソウ。チキチキソウソウ。チキソウ。よっしゃ。だからイエー。素直にグー。だからちょいとファナランのグー。夏へ乗るよ。おもろすぎる。楽しい。はい。あ、進撃の巨人だ。あの最近私たちの部屋 の、 あの家の、ね、なんていうの、コシュコシュコシュなんていう、リビング、今日、あ、リビングで夏と、でもできないよカエとカエとリンちゃんとヨンジがずっと進撃の巨人を見てる、うん、ね。昨日も見たけどさ、寝ちゃってどこまで見たか分かんない、でも面白い、本当に。だからアニメがたまりまくってんだよ、今さ、すごい。見たいのめっちゃあるよね。そう、進撃見すぎて、なんか今まで追ってたアニメ緊張しすぎる。ハイキューマジおすすめ見てるじゃん。ハイキューそっちまで見たの。でもね、わからない日本語忘れたのだってお、イエルボのカモくんがアニメだよ、ロボン。アニメネタ日本語忘れてないよ。カモくんすお、그러면어떤말을하시는거죠지금半ボノ。半ボノ。なんか使う半ボノあるかね。うちら、しっきょ、なんかしっきょったよ。しっきょったよ。これはマジでもう必須ね。必須、使うくないめっちゃ。しっきょったよとか。しっきょったよ。しっきょったよってさ、日本語でさ、ペダルっていうあれがないや。うちら、ウバとか言っていいのかな、わかんない。言っちゃった。言っちゃったね。わかるやろ、わかるやろ。まあ、そういう感じや。うちら、ペダル。しないじゃん、あ、何、日本語で言わないや、なんていう、うん、言わない、ね、そう、アプリの名前を言うじゃん、うんうん、けどここはペダルっていう、配達っていう意味があるからペダルめっちゃ使うし、ね、あとは何さっきまやちゃん、組んでって言っとった組んで使うの、組んで、組んで組んで、でも組んでを、なんか訳すと、ところでじゃん、なんかと、あ、ところでところでかでもじゃん、あ、そうだね、うん、確かに確かに、ちょっと組んでの方が言いやすい、うん、うん、あと何があるかな、何があるか、何使う、何使う、なん使わないか、あんまり使う、え、でもなんか出てくるんだよね、潜る使うだって、潜るは使う、潜るは使う、普通に食べるだね、食べるは、うちら潜るはちょっと上級だね、上級半ボノって感じ、ね、なんかありそうなのありますか、なんかみんなに聞いてもあれかな、出て、アニ、アニはたまに使うか、アニは言う、だからアニはマジで言う、なんかあるんだよね、なんかそのこ日本語の最初に漢語言っちゃう、なんか、うん、アニとか、うん、うーんとか、アニはチョンとか、うん、アニー、私めっちゃあれだよ、なんだっけ、さ、そうそう、成人式で帰ったんだ私、その時にめっちゃアニー、アニー出てきた、あっ、私も日本帰ったから最近日本で、前もこの前日本帰って、うん、そしたら日本の若者がいるじゃん、うん、若者がいる、ね、若者、朝若者がいる、それなを使ってたら、最近はそれなじゃないんだよ、わかるの、囲碁を使うんだってこれを、まあ、これを使うんだって、本当本当、いやでもそれをなんかうちらがでも会話しててわかんのって私が使ったんだよね、うん、そしたら、うん、お使うんだみたいな、なんかすごい使うよね、使う、わかんの、普通に使うは使うけど、うん、でもそれなも使うよ、わかるはわかるけど、わかんの、わかるの、え、なんか
使うね。分かる分かんない。これが流行ってるってなんか聞いたからこれからマイも使うと思って。なんかニュアンス的にはなんか共感してもらえると思わなかった。なんて言えばいいんだろう。なんて言えばいいんだろう。なんか自分以外にも同じことやってたんだみたいな。それ言われたらえそれ分かんの？分かんの？多分そんな感じ。使い道？うちは分かる分かるっていう。分かる分かる。分かりみー分かりみーは使わない。分かりみーは使わない。わらわらわら。それはちょっと。前じゃない。わかりみ。わかりみ。使ってた時あるんだ。わかりみ福士。なかったそんな。絶対に使わないんだけど。わかりみ福士。わかりみ福士みたいな。おもろ。わかりみ深い。わかりみは古いだって。ほら。古いんだ。使ったこともないんだけどもはや。わかりみは。めっちゃ可愛い。めっちゃ可愛い。なんか使える韓国語は日本語。とかあるかな。マジ覚えた。マジとか。やばいは全部使える。えぐとか。えぐえぐはマジで使える。えぐマジめっちゃ乱用してた。えぐたするしつ。やば。えぐの国はへば。国はあむごのすいすいった。그런거。あと何があったかな。지금1500명이보고있대요。5000人？めっちゃ日本語。1500人。1500人。やっほー。見てる。ここ韓国でーす。ソウルナウ。何これ。安っぽいユーチューバー。やめたれよ。チーム。やめたれよ。おもろおもろ。ねえはい行きましょうよ行きましょうよ。バカしかおらんとこ行って悪口やん。ね悪口や。悪口やん。やば。バカでもまあ面白かったらいいんじゃない？面白い人たちです。バカはちょっと認める。あ、認めちゃうんだ。もちろんバカは。じゃあバカ担当お願いします。はい、バカじゃないです。おお。とかね。バカじゃないです。スクールだね。あー、なんて言えばいい？何うちらのユニット名日本ズ、イルボンズ。特にないよね、別にね。イルボンズ。イルボンズだね。好きなホラー映画はありますか？映画じゃなくて本ならある。おお。ゴーストハントって本があって、めっちゃ好きやった。すごい。死ぬほど読んだ。やば。三回ぐらい読みな。本って怖いの？読んで。怖くないからいいんだよ。ああ、逆に。お化けが出てくる。じゃあ絶対画面か。うん。映像派。日本のホラー映画とか？日本のホラー映画。私。ちょまっちょまっちょまっちょ、まゆちゃんが一番バカっぽいっていう。おお、よく分かってますね。ちょっちょまっちょ、違うよ、まゆちゃん。ちょ待てよ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 。ちょちょちょ待て。ちょっちゅ。ちょっちゅ。ちょっちゅ待ってくれ。ちょっと違うのって言った。なんか待てよ。自分で作っとるよ。なんかずっとなんかね、記憶をなんか作ってるよね、私。まゆちゃんの中で。いや、流行語を作れる女でしょ。気をつけてって、ほんとに。すいません。気をつけてて。すいません。ああ、おもろ。私、さっきからアニメのキャラクターの真似できますか？なんかあったよね。うち、クレヨンしんちゃん、何やったっけ？声何やったっけ？あ、はーい。あ、はーい。あ、はーい。あ、似てる。あ、はーい。あ、はーい。そうよ。あ、はーい。やばいね、発声が。お腹から出てる。あ、はーい。ほら、しんのすけ。ストップでもこれ似てんの本当に。見ないとわかんない。声聞きたい。みんな見てみないとわかんない。違う、坊さんマジおもろかったんだけど。ね、なんか出てきちゃった、最後。もうリスペクトがすごい。坊ちゃんの坊ちゃん、坊さん好きしちゃった。おもろいな。なんかあるかな、私は。ドラえもん。あ、無理だ。似てない。バカだ。あ、絶対やめてください。チャレンジする精神。いいよ。はは、僕ミッキーだよ。やあみんな。やあみんな。夢の世界よ。絶対言わん。私あれできるよ。タワーオブテラーのなんだっけ、入って、わかる？ごめん、タワーテラー乗ったことない。あ、気まずい。一回だけ乗ったことない。あ、気まずい。誰も分かってくれない。分かってくれない。まゆ乗ったことあるよ。じゃあやってもいい？うん。かわい
ちゃんとフォローしてくれる。買って、なんか、うん、パワー舞台を乗る前に、あの話を、ね、説明するところなんですけど、皆さんこんにちは、タワーブテラーのツアーへようこそ。そっちね、そっちね、そっちね、分かった分かった、映像で見たことある。あー、うん、分かってくれない、誰も。じゃあいいよ。実機あ、最近アーニャ大好き。アーニャ、アーニャ、アーニャ。でも、あの真似はできないけど。あれ、できるできる、なんかわいい、まゆちゃんならできる。アーニャってなんだっけ。アーニャピーナッツが好き。アーニャ絶対違うよね。あ、好きなだけ。あ、たまごっち知ってましたよ。たまごっち知ってたでしょ。たまごっち、たまごっち、うち人たまごっち、デルデル、うわやばい、デルやばい。その音はもうやった人しかわからん。デルデルデル。アニメは顔なし、顔なし、ピチピチャパチャパ、チャパチャパ。それくれるの。おー、そうだ、ジブリも好きよね。なんかジブリ大好き。何が好き一番。あのちっちゃい頃の夢、もののけ姫の山犬に乗ること夢だった、うん、あーいいね。てか3になりたかった私は、うん、めっちゃかっこいい、かっこいい、めっちゃかっこいい。カメラ、あ、言っちゃった。チェソン TV、 チェソン TV、 チェソン TV。 あ、これ覚えてください皆さん、チェソン TV、 チェソン TV、 チェソン TV。 これ使ってください、過去来たら。変なの教えちゃった。友達に使ってね。猫ミーム知ってる、みんな。猫ミーム知ってるよ。テンテルルテルルテルテルルジェットポーテンテルルテンテルルテルル。え、じゃあこれ猫ミーム。これ昨日の。何何。おおおおおお。Hey hey you how are you? Hey hey you you are the one. No 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 no. テテテルル。あ、何があったっけ、何があったっけ。バッ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 、ついてきてない、ついてきてない。ねえねえ、流行についてこ、ついてこ、ついてこ。うちら MG 世代、ジェット世代だからね。まゆちゃん強く生きよう。でもまゆちゃん、まゆちゃん強く生きる。まゆちゃん強いから、そんな頑張って。あ、よば、ま、あ、ヤギさん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 。ヤギさん。あ、チッピッチッピッチャパチャパドゥビドゥビダバダバダチドゥデ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 ドゥボンボンボン。あ、ついてきた。ナイス、ナイス、ナイス。これが長女です。ナイス、この、ここの長女です。長女です。こちらが長女です。まゆちゃん、強く生きようチャンネルとか作るんだ。マヤさん強いから、そんな言わんでも、うちらのマヤさんだから。強いから大丈夫。うちらのマヤさん怒ったらもうこんなんだから。ふーんって。オッケー、わかった。もう、プンプンプン。やば、今の何すごかった今。やばいんだけど。わかった。もっとある。今やばかったよね。マヤさん、こういう感じだから結構。あ、でもか、あ、今日トネちゃんと話して、マユは怒ったら怖いよねみたいな話してるんだけど、まずマユちゃんが怒ったら怖い。でも見ないからね、本当に。あ、怒ったら怖いよねじゃなくて、なんていうの、怒らないから。怒らない人が怒ったら怖いよねって話。だから、そう、マユさんがじゃなくて、教師と同じだよ。そうだね。教師と同じだよ。マユが本当に怒ったら怖いかもしれないからね。っていう話ね。怒ったの見たことないから、マユさん。でもさ、怖くなくても怖いよね。あ、やばい、まゆちゃんを怒らせてしまったっていう。あ、確かに。罪悪感がそうそう。プン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 。あ、やばい。さっきのやってくる。やばい、やばい。やばいよ、マジで。さっきのやってくる。何今。面白すぎる。もう一回やって。もう一回やって。あとでやって。宿舎たっぷり。もう面白い。やる前に横でやってあげる。いや、絶対にいらないんだけど。眠気冷めるわ。こもり歌、こもり歌。眠気冷めるから。こもり歌。バイクの人やね。最近のハウスで面白い話あります。分からんか。私たちよく爆笑してるけどね。爆笑してる。だからこの人たちがさ、同じ部屋だからさ、ここやばいよね。ここやばい、本当にやばい。話していけないんだよね、本当に。何話してんのか全然分かんない。ここ最近本当にマジうんとつ。この人に、この人に3回ぐらい泣かせたの。彼が怒って、やばいやん、あんた。ねえ、最後。違う、笑い泣き。あ、そういうこと。そう、なんかめっちゃ怒ったんだ、私。すぐ笑い泣きする。いや、でも、こう見えて、かえちゃんが一番、あの、なんていうの、笑いの種だよね。うん、あ、そうなんだ。かえちゃんが、なんか、声量からしてね、おかしいよ、なんか。かえちゃん、なんか、眉がドア開けただけでびっくりした。
めっちゃわかる。超共感できないけど想像はできるわ。めっちゃすぐすぐびっくりしたわ。なんかびっくりしたの、びっくりした。え、でも本当そうなの。わかるでしょ。想像はできる全然。え、ねえ、私も同じ部屋最初の一文字が上がる、びっくりした。そう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 。びっくりした。しかもただのびっくりしたじゃなくて体も、体もびっくりした。ね、しかもなんか普通だったらびっくりしないのも全部びっくりする。あ、そうそう。扉開けただけとか。本当に。扉開けただけで、びっくりしたーって。いいなぁ。すぐびっくりするの。もう、どうにかしたいの。あ、大丈夫、かわいい。私も住みたい。私の笑いの種だから、やめないで。やめないで。私も住みたい。やめないで。私も住みたい。笑いの種。私も住みたい。私も住みたい。みんな幸せに。私も住みたい。おいで。急にしらけるやん。ね。やめてよ。しらけたー。カップンさー。カップンさー。うー、カップンさー。最近なんかドラマ見てる？話してやれよ。話してやれよ。うちらは、なんか、本当に最近ね、週末に土日休みだけど、だから、なんか暇やなと思って、なんか探しとったんよ。なんか、で、中国のドラマのね、ハイデンラブ、ハイデンラブっていうのがあって、ね、それがすっごいもう二人の愛がすごく素敵なの。本当によかった。だからマジで感動で、マジで泣きちゃった。なんかそのぐらい、うん、本当泣きちゃった。人生のドラマ。マジ本当に超好き今。ついてきて二人。まあね、謎に中国語の勉強とか始めたりして、ね、中国語の歌とか歌い始めたりしね。でも前もちょっと見てて、ちょっと見てた。うん、ちょっと見てた。一緒に見てた。I don't know. とりあえずマジ素敵でも私は日本のドラマ見るわ。何見た？最近ドラマ見ないんだけどね。なんかね、なんだっけ、五時九時とか見てた。ああ、五時九時見てた。すっごい見てた。めっちゃ前のドラマだけど。めちゃめちゃ前。五時九時とか、あなたの番ですとかね。あなたの番です。は知ってる人見てない。見てた。面白いのに。そう、それだけ見てました。私はね、MIU404 っていう、あのね、刑事ドラマがすっごい好きなんだ。聞いたことあるかも。朝ドラとかちっちゃい頃見てた。あー、見たね。あまちゃんはやばいね。あまちゃん、ルルトゥ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 ルルル。懐かしい。絶対見てた。イケメンパラダイス見てた。見てた。めっちゃいい。マジ？うん、超いい。マジ？超いい。わからない私。ね、ごめん、朝ドラの話一個だけして。いいよ。花子とあんて知ってる？あ、もうすっごい好きだったの私、花子と。花子と。これから始まるあなたの物語。あ、そういうか。ずっと長く道は続くよ。本当に難しい。もう超好きだったの私それ。花田。花田。花田はまあみんな知ってるわ。花田は良かったね。行けない。行けないよ。懐かしいね。あ、そうね、私日本語やるとすっげえ早口なの。わかる？ラッパ？え、なんかもうほんと違う、友達と話す時とかもうみんな早口だから、他の人は聞き取れないの。マジ？これはやばいよねってよく言われる。大丈夫、うちら聞き取れてる。だからマインドが大事だと思う。マインドがやばい。天才テレビがね、それマジちょっと思ったの。天才テレビくやばい。さっきも話したんだけどね。わー、懐かしい。やばいよね、ほんとずっと聞いてた歌。ね、歌大好き。エミネム。ね、シャキーンの木みんな知っとる？え？シャキーンの木。シャキーンね、見てたよ。シャキーンパワーアップ。まあそれはまあまあ間違ってはない。間違ってはない。それお母さんと一緒だよ。シャキーンの木。それは学校行く前にずっと。ピラミキー懐かしい。ティロリアピーナピラピーナピラピラピーナピラピーナテレレレレレピラピーナ。わからん。やばい。ずっと見てたわ。鼻から牛乳。あ、お母さんと。ストレッチマンやばいね。やば。こんなんや、こんなんや、ストレッチマン。何それ。ストレッチマンやば。懐かしい。Eテレですわね。Eテレめっちゃ見た。Eテレめっちゃ見てた。初めてのつかみ撮ったみんな。見てない。見た。初めてのつかみ絶対見る。泣かないでよ、ベイベー。小さい子はさ、見とって一人でお使いしたいなって。私も、兄。ちょっと大きくなってからちょっと。まゆちゃん、セデチャイガーだから。強いんで、チャッカンマン。うちら全然、あ、ちょっと。プロキチャイ없어요。チャイ없는데そうだよ。コンサン。コンサンだけどコンサンの代。あ、コンサンだけどコンサンの代だね。くち。うん。ハクション大魔王。イボン大魔王。羊のショーン大好き。羊のショーン。羊のショーン。私バッグにつけてるよ、羊のショーン。え、マジない、あるんじゃね？なかった。あるあるある。どこ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 。
あ、ショーンじゃん。アイカリ見てた。え、大好き。I know you see。見てた見てた。大好き。わかったわかったわかった。わからない。でてるてててて。マジだ。じゃあお猿のジョージ。お猿のジョージ。なんだっけ、お猿のジョージの。今日何頑張ってるの？冒険かな？友達かな？さあ行こう。ジョージと一緒に出発。あ、そう、このネックレス前買ったやつ。めっちゃ可愛くない？めっちゃ可愛くない？可愛い。可愛い。私もちょっとネックレス自慢させて。ママとお揃い。いい。私も可愛い。あなたも自慢してみる？買いました。あ、可愛い。私あれない。ないからなんかなんか。あ、私なんかピアスでもなんかなんかピアスでもなんかちょっと自慢してもらって。ポケモンやってた？鼻カップやばい。鼻カップしてない。ポケモンやってない。やってない。やってないんだ。うん、私も世代なんだけど。世代は私ビストウィッシュ。私ポチャポチャコだった。ポチャ。オッケー。ポチャ。ポチャ。ああ、めっちゃ前だよそれポチャも。ポチャもしかしたら確かに。あとイーブイ。イーブイ。一旦ゼンマイザムラの話せん。ゼンマイザムラ。ゼンマイザなんだっけ。歌も同じだよな。あ、おでんくん。おでんくん懐かしい。虫キングは女の子だ。虫キングは女の子やんなくない？うん、うちらは相方とかだったね。そうだね。あつ森、あつ森ね。あつ森、あつ森はもう今でもやってるもんね、もはやね。うちらずっと人気だよね。ネタマラントロはやばいね。あ、やば、めっちゃ見た。ガンコちゃん、ガンコちゃんあれだね、学校休んだら見れるあれだね。あ、わかるわ。パーフェクトヒューマンって懐かしい。やばいね、小学生の時やね。お尻かじり虫。稲妻イレブンとかは見てない。あ、稲妻、見てた。ゲームまで持ってた。え、すごい好きやんそれ。お兄ちゃんの影響。ああ、そうね。お兄ちゃんいるとそうだね。でここベイブレイクゴーシュー。まあやったことないけど。え、ゴーシューしたい。今なんか今やりたい。してみたいよね。ゴーシュー。やりたい。なんか誰かの借りてやった気がするんだよね。ベイブレイク。やってみたいとか言ってる。デザインや。ニャッキ。ニャッキ、ニャッキはもう有名よ。ニャッキとあれもう一個あったね。さっきやってたよねうちら。さっき曲聴いてたよ。ニョキ。あー、そうそうそう。猫は猫であるように。私あと2週間ぐらいで誕生日なんだ。実はそうじゃん。成人になるよ。ありがとう。ミリおめでとう。ミリありがとう。ミリおめでとう。ミリありがとう。20歳。私はちゃんと20歳になるまで待ってる。フィニアスとファーブやって、やば。ディズニーチャンネルとか見てた？めっちゃ見てた。見てた。あ、見てた。見てた。で、カレンダーが出てくるめくってさ。フィニアスとファーブ。そう。ミッフィー世代。ミッフィーは見てたね。ミッフィー。歌った。あ、そうだ。かわいいウサちゃん、ミッフィー。ずっと歌ってるでうちらね。なんか懐かしい話しかしてない。あと何があったっけな。何の話かする、何の話をすればいい？うちら。何の話すればいいかな。ね、牛乳をささが女やばすぎる。何知らない。何なんかあの昔の絵とか、うん、そういうのを曲にされして、うん、テレビでやってる時があって、それの牛乳をささが女っていうやつでしょ。あれをね、私はね美術の、ね、授業で見たのよ。それで学校で流行ったの。そうなんだ。そう、今度見せてあげる。東京ハウスの話あって、うわ、東京ハウス行くかもね、うちらね。あ、マジ知らんけど。行きたい、行きたかった。行きたかった。私も行きたい。行ってらっしゃい。ああ、置いてくんだ。私置いてって。え、イルボンズで東京ハウスに住みたいね。あ、まあ、なんかイルボンズで一回ディズニー行こう。え、それはマジで分かる。新しいアイデアできてるから。新しいやつできてちょっと混んでない時に、うちらジャンボリミッキー踊ろうぜ。いいよ。ジャンボリミッキー、ジャンボリミッキー。ずっとこの繰り返ししてる。分かる。好きなゲーム。ヌーベ。うわ、ヌーベやばい。ヌーベやばい。左手、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 ニアドレシー、なんとかかんとかつって。わお。悪霊退散。あ、そうそう。悪霊退散。リン。違う。なんか切るんじゃなかったっけ。なんかそうだ、そうそう、なんかあった。なんかあったよ。なんかあったか忘れちゃった。ユニバにも来て、ユニバ行きたい。ユニバ行きたい。ハリーポッターも行きたいし、ねえ。任天堂も行きたいし。てか普通にそこら辺回りたい。全部行きたい。楽しかった。ね、あのね、記憶はないけど写真だけ残ってるんだ。あ、楽しそう。でも行きたい。エルも写真撮った。エルも可愛い。エルも好きだったんだその時。あ、エルも推しだった。エル推しなんだ。今はスヌーピーが好き。ああ、スヌーピー可愛い。可愛い。何がある？何がある？何があと？何があと？何がある？日本のなんかおすすめの場所とか。ねね、ジブリの森行きたいな。あ、え、ジブリパークじゃん。え、そう、ジブリパークとさ。絶対行きたい。絶対行きたい。あとハリポタのさ、なんだっけ？ミュージアムなんかツアーみたいな。あ、楽しそうだった。
まゆさんずっと固まってるんだけど、違うの、まゆは今おじちゃん最年長だからやっぱりね、可愛い妹たちのお話を、あ、やばい、キャラ自分赤ちゃんみたいです。ちょっと待ってよ、なんでそんなこと言うの。可愛い、トントントン、持ちネタになってんだけど、ごめんなねえ、マジでやめてほしい。やっぱ眉ってうまいね。何がうまい。長さ見てあげる。ありがとう。うちらの長女。売り長女。だからそう、あの本当に3人の話を聞いて可愛いなって思ってた。いや、イメージ感じしてるわ。ここでイメージ感じしてる。ねえねえ。ねえねえ。その時はブン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 。マジで何だよ、本当に。あ、そう、うちらあれですよね、タイトル曲のぐむしたね。あ、のぐむしたよ。そう、録音したよ。ねえ、そんなこと、え、でもここは歌ってもよくない。で、で、どこまで出たか分かんないから。いや、分からない、怖いから、怖いからやめとこ。だってもう、公開されてるじゃん。うん、詳しいね、話題。でも、英語じゃない多分歌詞が。あ、そうだ、タシエボじゃ、ここまでしか出てないじゃない。タシエボじゃ、そう、楽しそう。タシエボじゃ、タシエボじゃん、タシエボじゃん。だからさ、レッスンの時とかさ、なんかたまにお、タシエボじゃんって言ってみると、なんかお、反応しちゃう。あ、タシエボじゃんやって言いたくなっちゃう。言いたくなっちゃうね。平和やね、平和やね、本当平和やなね、でもまだもうちょっとね、時間がね、まだいける、まだいける、まだいける、終わらせないよ、終わらせないよ、まだいける。今日はちょっと、あの、夜明けまでお付き合いください。部活なんだったらって、部活やった人やってない、やってない。中学の時はしてたけど、私も中学の時だけ。何部だったの。ソフテニ。おー、あめさんバスケだっけ。イエス、私区で5位だって。えすごいじゃん。すごい、ダブルス区で5位だって。東京で。うん、あった、ちょっと区で、区でだから、だから本当に、なんか全然すごいことじゃないけど、ピー、やば、強いやん、強豪だね。でもね、私はそんなのね、後ろ、あの、私前衛だったんだけど、後衛の子がバカ強かった。あ、前衛は背だから、背が長かったから、圧迫感と、あ、なんでこいつ取れるんってところまで手伸ばして取ってた。うん、すごいな。頑張ったわね。私写真部。あ、いいね。写真部、幽霊部員。高校の時。いいね、写真部いいね、社用だね。こっちサイゼリアですか。サイゼリア、あ、ミラノ風取りお願いします。あ、私もミラノ風取り。マイヤーの、マイヤー辛味チキンで。辛味チキンね。それで何がある。ズコ。ズコ、わかんねー。長い間日本に行ってたもんですか。わかるよ、わかる、めっちゃわかる。それわかるのよ。あ、じゃあ帰っちゃ今日。カエさん、おとかずい、おとかずい。8月にさ、日本行ってさ、みんなに浴衣着てさ、花火したよね。めっちゃいい、海行こう。ね、海行こう。絶対海行こう。花火見て、夏祭り。めっちゃひどいコメントあったよ。何？富山にサイズあるのって。サイズ、あるじゃない。怒りねえよ。怒りねえよ。ごめん。かわいい。かわいい。あー、かえちんちゃ、きよう、きくよう。好きなファミレス。そう、ファミレス行きたいんだよね。あった。ココス。うん、ココスもめっちゃ好き。こだけ言っただけで分かるから、マジ間違いない。ココス、あー、バーミヤン、ジョナサン、ジョナサン、あー、バーミヤン、なんだっけ、一番、ガスト。ガストはもう、ガストは間違いない。いとこずっと言ってた。ガストずっと言ってた。チーズハンバーグ大好き。あー、ほんとそれ意味が違う。群馬にあります。高校生の時いっぱい行きました。今いっぱい行ってください。ちゃんと行ってください。群馬にもあります、東京にもあります、富山にもあります。あ、全部あります、全部あります。ロイヤルホスト、ロイヤルホテル。あ、ロイヤルホストね。ロイヤルホテル、ちょっと高いホテル。お宝のホテル。ちょっと高級ホテル。でもそう、ロイヤルホスト高いんだよね。ロイヤルだから。牛丼、あ、牛丼どこ好き。やっぱどこ派かっていう話しとく。マイヤー、マイヤー絶対に。まだ言わないで。ごめん。せーのに言う、せーのに。京都？うん、オッケー、いい？うん、いい？せーの、吉野家！お、吉野家いた。好きや、誰？あれ？松屋のあの牛丼、ネギ玉牛丼。あ、うわー、好きやは軽やな。大学生の時ずっと食べてた。じゃあは吉野家で。吉野家クロス。吉野家クロス。でも途中から吉野家もめっちゃハマった。吉野家美味しかった。吉野家うまい。大好き。吉野家。チーギューマジ食べたい。大好き。本当に大好き。チーズ牛丼食べたい。スシロー。ベイブ好きや。スシローやばい。スシローはうまい。すき焼き。すき焼き。くら寿司、スシロー、はま寿司。はま寿司。おお。はま寿司。うん。私スシロー。私は、あ、でも私もスシローだな。まゆさんは。は基本的。
お寿司食べれないけど。ああでもお寿司がまだ。でも私あのその、うん、松屋行って松屋のサイドいっぱい食べてた。うんうん、私もそっち系。私もあんま生のお魚食べない。松屋って言った今。松屋って言ってた今。あ、違う、浜寿司。だからなんで急に松屋の話出てきたなと思った。浜寿司。浜寿司って。結局、結局。あのサイド結局浜寿司。美味しいよね、浜寿司。浜寿司サイドめっちゃうまい。어디초밥집스키아뭐뭐야寿司집에뭐뭐가맛있는지그거얘기하고있었어요여러분스시로응私が寿司ロうちら寿司ロ寿司ロ浜寿司浜寿司浜寿司寿司ロ浜寿司これ추천합니다 yes ファミマセブンローソンわああにあれでローソンはこれこれ이거는スイーツ였으면여기아그럼그럼아맞아맞아맞아그냥전제적으로전체한국어すごい全体的に見てでもあでもまあチキンがやっぱり重要だから本当にあのこれだけ語らせてもらいたいけど、この計算するときの横のレジの横にあるこのさ、フライヤーがあるらららら。チキンが本当に美味しいの。わかるわかる、めっちゃわかる。じゃあ、せーので待って、全体的でしょ。全部合わせでしょ。あ、ち決まった、ち決まった。決まった、まあ今決まった。オッケーオッケーオッケー。せーの、ファミマセブン。セブン。ファミマ。お、セブンハートファミマ。ちょ、ちょ、あの、편의점。けど本当に全部好き。でも、セブンは、でも、唐揚げ棒がバッ。え、わかる。だから、たった揚げめっちゃうまい。そこが美味しい。おにぎりがうまい。おにぎりが梅干しがめっちゃうまい。けど、デザートだったらローソンえ、わかる。ローソンはデザート。ファミマはパン。そう、わかる。ファミマはパンなんだよ。パン、新作めっちゃ出るから。あとご飯だったらセブン。ね、わかるわかる。わかる、めっちゃわかる。わかるよ、やっぱり。まぁ、편의점가길。편의점。あ、편의점行きたい。コンビニ行きたい。コンビニね。ずっとさ、メンバーもみんな行ってるよ。日本の国中に行きたい。ずっと行きたい、ずっと行きたい、ずっと行きたい。そう。だから、いくつか連れて行けたらな。連れて行こう、絶対連れて行こう。絶対連れて行こう。やろう。24人で。24人で。やば。24人で行こう。えぐ。なんか、24人だから、うちら4人で探して。うちら、なんか6人、6組ずつ。はい、行きまーす。どこだよ、どこだよ。うちらリーダーになって、6人ずつ引き連れて行こう。いいよか。5人ずつか。いいよ。めっちゃいい。じゃあ最終集合場所はディズニーね。あり。あり。え、マジディズニー行けた。ね、マジ行けた。やばい。え、プリクラ撮ってきただって。ね、プリクラね、私本当に今ついていけなくてびっくりした。え、わかんの？私も。私が日本、韓国来る前にめちゃめちゃ流行ってた機種が1個あったのね。何？97。え、97なんだ、流行ってるの。え、わかんない。私の友達が全員97撮ってたの。で、帰ってきたらなんか全然違うのって。え、そう、私もそう。え、97はどこへってなったの。私、キャンスタ好きだったんだけど、わかる。キャンスター聞いたことある。キャンスター、私はキャンスター推しだったんだけど、私97しか分かんなかった。なんかね、プリクラに疎くて、97しか撮らなかったけど。でも最近新しいんですぎて全然分からんよ。分かんない。ハルセカも知ってるけど撮ってないかも。ハルセカどういう映りか全然分からん。青色世界。だってマユ高校生の時とかスーとか見違えたもん。えスー、やば。待って、なんかめっちゃ前な気がするんだけど、スーってスー17、18年じゃない？そんな前？そんな前？そんな前？そうそうそう、17、18で、眉が高校1年生の時とか、そんな感じ。ガチか。へぇー。え、キャンスターおったよね。タコダンスしとるみんな。もうめっちゃ一番初めて。何があったっけ？一番。違う。なんだっけ？あの、たらたらとこさ、はく開けた。あ、そうそう。ら、よってたかった。私は、グッキー、グッキーの中で。たら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 。毎日毎日お疲れ様。わからんわ。わからん。え、これやってたんだよ。なんかあった。なんかね、あと、これとかって、なんか、こういう。あ、幸せはいつも続く。お父さん、好きです。これ今でもできるわ。おもろ。トゥトゥトゥ。え、それできるの？え、私声しか覚えなかった、結局。キッドゥルル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 ルやっぱ変顔しちゃうから、そんなこと言われたダメ。何する？ヤッポンポーズ、ヤッポンポーズ、ヤッポゲー。ハナツーサン。あとはなんかポーズ、日本語だったら3だけ。ポーズ、ポーズ、なんか言ってポーズを、ポーズなんかを。猫ハート、猫ハート。私猫ハートめっちゃ上手いね。わかんないんだけど。あ、これか。めっちゃ上手くね、私猫ハート。え、なんかめっちゃキリってなってる。ほら見て、キリ猫めっちゃ上手くね。私の猫ハート得意。なんか私そ、なんでかな。なんか下手くそじゃない？なんか下手くそじゃない？何これ。今なんか下手くそじゃない？不器用出ちゃってる。あ、
その時も可愛い。そういうところは。じゃあ猫ハートカメラ見ましょう。カシャ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 。ミャオミャオミャオ。ハートが綺麗に見えないな。あともう一個なんかある？なんかある？なんかある？ほっぺつん。ほっぺつん、なんかプリクラの指定ポーズみたいなめっちゃ。何がいい何がいい、トゥース、トゥースは、うん、ギャルギャルがなんか多いな、ギャル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 、超可愛い、はあ、ギャル、ちょっとプリクラっぽく撮ってみよう、カメラ見て、3、2、1こんな感じで、こんな感じで、こんな感じでね、今日の日本ズライブ、リールボンズライブは終わりたくないから終わらせないよ。いいね。うん。じゃあまだまだ今日夜まで、夜まで走っていきましょう。そうですよ。夜まで、夜が明けるまで走っていきましょう。走っていきましょう。ライブみたい。ライブマジ楽しかったな。チャリできたやつだって。チャリできた。あ、こっちか。チャリできた。こんな感じで。わかんない。落書き込むのはいきなよだって。落書きしないと皆さんが知ってください。私できないよね。何、おーちょ、あ、ハングマロ、ナジュゲ、イボンライブ、ドハザーゴ、あー私もいっそがちょっと思うのが困るよ。イロケ、여러분들이원하시면몇 분이라도 하겠습니다 여러분. 좋아요. 일본어로 계속 했는데 그래도 아, 들으셨나요 여러분. 들으셨나요. 좀 어려웠저그쵸최선 TV 최선 TV 스미마세스미마세고멘네고멘네고멘네와타토시와타와타するよ와타するよ와타する待っててね와타戻ってくる日本にもいつか行くよ우ちら絶対行くよ絶対に行かせてもらうよ絶対に行かせてもらうよ待っててね、うん、マジで黒だって言われても行くよめっちゃ負けると行くよ黒だって言われても黒だ黒だ意図せずしちゃったおもろじゃあ挨拶しますか挨拶インサーかよどうするどうする以上、日本人でした。どういうこと？過去形みたいになっちゃってる。以上、日本人でした。おかしくね？以上、日本人ズ。日本ズ。日本ズ。日本ズでした。でした。日本ズ、せーの。以上、日本ズでしたーバイ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 アンニョーバイバイ잘자、おやすみ。わーん、グッナイわーん、グッナイ愛してる、大好き、おいでよ